こんにちは。突然ですが、皆さんは見守りという言葉を聞いてどのようなイメージを持ちますか？水戸市では地域住民や民間事業者が行政と連携しながら地域をさりげなく緩やかに見守る安心安全見守り隊というプロジェクトを行っています。常盤大学も安心安全見守り隊の一員としてこのプロジェクトに参加しています。ですが認知度がまだまだ低く、実際どのような活動をしているのかイメージしにくいと思います。そこで今回は参加している方々が実際にどのような見守り活動を行っているのかインタビューしに行ってみましょう。常陽銀行さんは若い世代からお年寄りの方まで多くの方が利用する銀行ですが、どのような見守り活動を行っていますか？窓口や ATM で多額の現金の出し入れをしているのに、そのことを忘れて数日後にまた来店されるお客様や、通帳やカードを紛失してしまい再発行を繰り返すお客様など、もしかしたら認知機能が低下しているのかなと思われる方で、ご家族に連絡が取れない場合、水戸市へ相談するようにしています。お客さんのことをしっかり見ているからこそできる活動ですね。見守り活動をする上で気をつけていることはありますか？認知機能が低下していると思われるお客様にお声掛けをする際は、こちらの話をご理解いただけるよう目を合わせてゆっくりと、難しい言葉を極力使わずに応対するように心がけています。また振り込み詐欺のような特殊詐欺についても、高齢者の方が多く被害に遭っているので、ちょっと心配だなと思ったら素早く銀行内で情報を共有し、直ちに水戸市や警察と連携できるよう体制を整えています。目を見て話してくれるとお客さんも安心して答えてくれそうですね。セブンイレブンさんは誰でも気軽に利用できるコンビニですが、どのような見守り活動を行っていますか？様々なお客様が来店されます。特にお買い物に不安があると思われるような方や、慣れない様子で電子マネーの支払いをされる高齢者の方にはお声掛けをするようにしています。また必要に応じて水戸市や警察に相談をするようにしています。警察と連携して振り込め詐欺に関するチラシを配布するなどして、被害拡大防止のための普及啓発も行っております。お客さんへの声掛けだけでなく警察とも連携するんですね。見守り活動をする上で気をつけていることはありますか？日頃からお客様とのコミュニケーションを大事にしています。定期的にご来店いただくお客様も多いため、いつもと様子が違って心配だなと思う際には、ご挨拶などを通してご様子を伺うことにより見守り活動につなげています。気づいてもらえることは自分のことを気にかけてもらえるんだと思えて、お客さんも嬉しいと思います。ワタミの宅食さんでは、お一人暮らしの高齢者などのお宅でお弁当を定期的に宅配していると伺っております。その中でどのような見守り活動を行っていますか？お届けする際にお客様に直接お手渡しすることを基本としておりますが、ご不在時にはお届けボックスの中にお弁当を入れて玄関先などに置かせてもらうこともあります。そんな中、お届けボックスの中にお弁当が残っていることもあります。そういった時には、何かあったのかな、もしかしたらお部屋の中で倒れているのかもしれないということ場面にも遭遇することがあります。そんな時には市や家族や所長に連絡をして見守りをするようにしています。お弁当の宅配とともに見守り活動を行っているのですね。見守り活動をする上で気をつけていることはありますか？異変があった際には、お弁当の他に洗濯物が干しっぱなしになっていないか、新聞が何日も溜まっていないかなどを確認するようにしています。またお客様からケアマネージャーさんや身内の方の連絡先を聞き取りをして、もしもの時にご連絡ができるような体制を整えております。お弁当の他にも変わったところがないかこまめに確認してくださっているのですね。それなら遠くにいるご家族も安心できますね。
じめにお散歩パトロール隊とはどのような活動を行っているか伺ってもよろしいでしょうか。日頃犬の散歩などをしている際に道に迷っている方や道端で疲れて座り込んでしまっているような心配な方を見守る活動をしています。日常生活に取り入れて活動されているのですね。見守り活動をする上で気をつけていることはありますか？あまり見守り活動をしているという意識はありません。人とすれ違った時に挨拶をして、その方がもし困っていたら何かお手伝いすることはありますかと声をかけるようにしています。この子が一緒だと初めて会った方でも打ち解けてお話しすることができるんです。親しみやすい雰囲気であれば一人でいる方も安心してお話しできますね。はじめに障者サポーターの会はどのような組織なのかお伺いしてもよろしいでしょうか。商品やサービスなどの購入に関わる消費者トラブルやオレオレ詐欺といった偽電話詐欺被害を防ぐための活動を行っています。このような消費者被害防止のために啓発活動を行ったり、実際にトラブルや被害に遭っている方を見かけた際には市の消費生活センターに相談をつなげるサポートをしています。そのようなサポートをしてくれる方々がいるんですね。見守り活動をする上でどのようなことを気をつけていますか？自分だけは大丈夫と思っていても誰もが消費者被害に遭う可能性はあります。高齢者の方は特に被害に遭ったことを自分が悪いと思って隠す方が多いのですが、消費者被害は一見発生すると連鎖的に発生する傾向にあります。被害拡大を防ぐためにも恥だと思わず相談することができるようなサポートを心がけています。困ったことがあればまず相談、誰もが被害者になる可能性があるからこそ頭に入れておきたいですね。どうでしたか？安心安全見守り隊について少し興味を持っていただけましたか？このように安心安全見守り隊では地域をさりげなく緩やかに見守る活動を行っています。今回は民間事業者や地域の活動団体の取り組みのご紹介でしたが、私たちのような学生でも一人一人が意識を持てば一緒に地域を見守る活動に参加できるかもしれませんね。この動画を見た皆様も今後生活していく中で異変や異常に気がついたら、些細なことでも結構ですのでこちらまでご連絡をお願いします。また安心安全見守り隊に参加していただける個人や団体も随時募集しております。参加していただいた際には私たちが作成したこちらのキーホルダーをプレゼントします。参加してみたいと思っていただいた際にはぜひ水戸市地域包括支援センターまでご連絡ください。